に何もとらわれずに自分らしく生きてるだけでやりたいことが実現するのとか、そのままにすると相手の人が勝手に変わっていったり、やっぱ日本人の本来の本質というか、本当は日本はどういう国だったんだっていうのをこう日本とか日本人ってすごいなって思うことばっかりで、こっちの生き方なんだなってなっていくと一挙にスルッとこう意識が変わっていくんですよね。ですよね。一見戦争もまだ終わらないし、政治家たちも何やってるかわからないし、悪い方に行っちゃってるんだ、一見いろんな人が思いがちなんだけど、その先があるからこれが起きてるんだよっていうことも伝えたくて、皆さんこんにちは、村松大輔です。本日はですね、妻のカレンと一緒にですね、なんとですね、京都からこんなにもう美しい美しい像で、ね、京都からサイナトモコさん、トモちゃんにね来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でトモちゃんね、このスピリチュアルヒーラーとかカウンセラーさんとかですね、あと YouTube もやられていて、サイナトモコアワーとはい、られていて大人気ですよ ね、 ねおかげさまでありがとうございます。30万再生とか十何万再生とか ね、 ね、大ちゃんにもカレンさんにも出ていただきましてありがとうございます。すごいね、最先端の新時代の生き方を生きている人たちをこうご紹介してくださってるようなね、はい、であこういうふうに日常困ってることもこちらの生き方あり方でいくとすごい楽だなっていうか世界観変わるなっていうかね、ところをお話しいただいて、はい、ね、もう皆さんの新しい生き方をね、やってもらってると思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。でそもそもともちゃんがね、まあ、開花の方にこう本を読んでくださったりとか、その経緯とかお話ししていただいてもよろしいですか。はい、まあ、もともと、ね、あの大ちゃんのお名前は存じ上げていて、たくさん本が出てますし、本を読んで、すごい分かりやすくスピリチュアルの世界を説明してるなと思って、で周りでもすごく話題になってたんですよ。でそしたらたまたま私の、YouTube のプロデューサーをしてくれている山本時臣さん、時ちゃんが、ある集まりを企画してくれて、でその時に大ちゃんがゲストで来られていて、まあ、普通その会のゲストの人は対談形式、トキちゃんの質問に対してこうやり取りをしながら話すっていう場だったのに、大ちゃんが、私はその時大ちゃん初めて見て、ほとんど知らない状態 で、あ出てきたと思って見てたら、一言の質問に対して質問の答えをもう全無視してダーって喋り出して、最後にお祈りズドーンってやったんですよ。だからもうみんなポカーンってで、そのいいのかそれ、もう場の人たちみんなポカーンとしてるんだけど、でもあまりにすごすぎて泣いてる人とかいて、で私はそのお祈りになんかやられて、で本を読んでた時はもうちょっとこう左脳的な感じ、頭の理解の人なのかなって思ってたんだけど、あこの人体じゃんって思って、で私はそれを感じる人は少ないと思う、ね、最初頭から多分生える方が多いから、それを一撃で感じる、すごいと思って、でもまあその場は本当にみんなやられちゃって、そのボトンにもう何が起きてるかわからないけど、大ちゃん大ちゃんってみんなが抱きついてって、しかもそれって結構その著名な方とか著者さんとか、あのいわゆるリーダーの方たちがおられたんだけど、皆さんがもう触りたい大ちゃん触りたいってなって山みたいになってて、わーってなってて、そうだそうだ、で私もなんか何だろう、何が起きてるかよくわかんなかったんだけど、ちょっとこの人にもう少し触れてみたいみたいな、まあ、その時人って人じゃなくてやっぱりその振動に触れたいって思ったんだろうなって今思うんだけど、で何か大ちゃんの何だろう講座か何かないんでしょうか、何かそんな質問して、会える時ないんですかみたいなことを言ったら、トゥーデーセミナーがありますよ、今度東京であるよって言ってくれたから、じゃあ行こうと思ってすぐ申し込んで行ったみたいな、ねえ、すごい、さすが行動パパパってこう早くて、さすがね、人生開いていく人は即行動だね、まあ、あんまりね本当考えずに、あっと思ったらピッて行っちゃうみたいな、ありがたいことです。そのセミナー会場にね、そうそう、ここでね、ピピピピピってね声をかけていただいたんだよね、その時に、
前以前にお会いしたことありますよねって言われたの。私が言ったの。言ったの。あ、言ったんだけど会ったことなかったんだけど。会ったことなかったんだ。でもなんか懐かしい感じがけど、そうなの。会ったことあると思ったし、でその後あのお食事を ねした時に、なんか本当に兄弟みたいな、そうそう、なんかお姉さんみたいな、なんかよくわからないけど懐かしい感じがずっとしてるっていう感じで、私前名前だけは知ってて、トモコさんのことを、一回お会いしてみたいなって思ってたら、まあ、そういうタイミングだったんで、やっぱ素敵同士でつながるんですね。素敵フォトンでね、はい、ねえ、まあ、それは本当にありがたいですね。その時のセミナー2日間受けていただいて、いろいろすごくこう瞑想とかヨガとかもすごい長い間ね やられてて、なんかどんな感じでした？まず、最初に確か、ゼロポイントフィールドってこうなんだよってセミナーの最初に言うでしょ。で実は私はあのヨガとか瞑想をしていて自分の体験とか、あと、あのお坊さんとか、自分の瞑想の師匠みたいな方からいろんなことを学んでた中で、それって言葉にできないから、言葉にしない中で、理解したり捉えていたものがあったんだけど、私の その体感はあったのに思考がトライミスをしてたのが、ゼロポイントフィールドっていうのは雲じゃなくてその背景だよっていうのを一番最初に言った時に、あ、そうじゃんっていうのがって思って、私は頭で体ではそういう体験があったけど頭で理解しちゃったのが雲の方がゼロポイントフィールドって思っちゃったっていうのがあったから、それのスイッチがパチッてこう、だからかって全部腑に落ちて、だからその後の説明が全部そう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 ですよみたいな。すごい、もうすでに体感があったね。すごい、あれね、会場を見ててもそのすでにそこを体感されてる方っていうのは目が行くんですよね。柱の立ち方が違うっていうのかな、とかだんだんその会場の中でも気づき始めていくと、ここからもこう光が出てくるっていうんですかね、オーラが変わってくるっていうか、生命側がドーンってこう立ってくるのがだんだんこう出てきて、でそのうちに全部面がそのエネルギーだらけになっちゃうっていうのがね、立ってた、もう後ろの方、真正面の後ろの方にいて、でもすぐ声かけてくれて、すってこう目立つっていうか、光はバレちゃってるというか、ね、隠せないね。でも、その本当にあの2日間は光の柱がどんどん立っていくプロセスの中にいるの時に、どん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 そのなんでしょう、場が柔らかくなっていって、もう最後は温泉温泉にずっとはぁはぁって感じになって幸せ温泉っていう記憶があります。嬉しい。でともちゃんがそもそもやりたいことっていうのが、そういう場のエネルギーを、新しい時代にする、そういう場作りをしたいというか、そうね、そういう場作りをしたいし、そういう人を増やしたいし、国全体がそうなったらいいなって思うし、そのためにもそういう、なんていうのかな、もう最先端というか新時代を生きている人たちといろいろコラボしながら YouTube で紹介されたりとか、そうです ね、だから新時代に今向かっている最中で、最中にはいろんなことが起きるじゃないですか、世の中混乱が起きているというか、一見戦争もまだ終わらないし、政治家たちも何やってるかわからないし、そして今その隠されてたいろんなことがどんどん表に出てきて、これってどうなってんのっていろんな人が思い始めて、もともと知らなかったけどこんなに悪い方に行っちゃってるんだっていうふうに一見いろんな人が思いがちなんだけど、その先があるからこれが起きてるんだよっていうことも伝えたくて、こっちで起きてることだけにフォーカスしちゃうと、どうしようって不安になっちゃうし、それこそ自分の安全をどうしなきゃいけないとか、自分に意識が向いちゃう。でもそうじゃなくて、
その先にあるこの世界を作るためにこれが起きてるって分かってれば、うん、そんなジタバタしなくていいし、確かに、うん、こっちに行くためにじゃあ私はどうしたらいい、うん、私は自分を整えればいい、うん、私は自分の周りの環境を良くしていけばいいとか、うん、自然を大事にしていけばいいとか、うん、そのもうそこだけ見てればいいんじゃないかって思ったりして、その過程、新しい時代のその過程に今あるっていうだけだからっていうことだよね。そう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 、うん、と悪いことだと思ってそこにね、とらわれていると本当にその悪い未来ばっかがこうそのまま作られていっちゃうから、そこじゃないよっていうところを言いたいくて、いろんな人を紹介してますよね。ね、なんかニュースとか、ね、新聞に書いてあるものだけ見てると、うん、どん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 悪い方向になって、うん、核戦争になるとかね、いうふうに思われてしまうけれども、やっぱり人間って私個人もそうだったし、痛み嫌な思いをしないとこういう生き方になろうってこう徹することができない。それが地球規模でも自分のエゴでついとなっちゃうとか手出しちゃうとかっていうのを、自分が痛い思いをしないと、あ、やめよう、控えようみたいな、なれないのが地球規模で起こってるだけだから、だから一見悪いことに見えてるのも、今まで隠してたことがバレていくというかね、なってって、あ、これは本当良くないことなんだな、じゃあどういうあり方がいいんかなって調べていくと、本だったり YouTube でもう最先端を言ってる内容が結構出てるので、あ、こっちの生き方なんだなってなっていくと、一挙にスルッとこう意識が変わっていくんですよね。ですよね、うん、でそういう生き方をしている人たちって本当に自分らしく生きてるし、超えなきゃいけないものがあったとしてもそれを学びとしていって、で自分で選ぶっていう感覚を当たり前のように持って生きているので、そういう人が周りにいないと分かんないだけっていうのもあるじゃないですか。知らないだけ分かんないだけ、自分が生きている世界しかみんな知らないし、自分の両親もそうだとしたら全然みんな知らない狭い狭いところで生きてるけど、こんなに自由に生きていいのか、こんなに何もとらわれずに自分らしく生きてるだけでやりたいことが実現するのとか、そういう世界があっていいっていうのを見せるっていうのは、とても大事なことだと思うんですよね。だからうちの YouTube 出てくれてる人、ぶっ飛んでる人がすごく多くて、まあお二人もだいぶぶっ飛んでる経営者としてぶっ飛んでるなって先に収録させていただいたから思うんですけど、すごくでも参考になると思うんですよね。いろんな経営されてる方とか、まあそれだけじゃなくてご家庭で、お子さん育てられてる方にも、本当その未来の あり方みたいな、まあそれが今の自分たちがそれができるよっていうことでもあるんですけど、そうね、なんか物物質側社会通念から入っていくと今までと同じことをやってしまうというか、でも物から入るんじゃなくて意識エネルギーから入っていく、どんな思いなんだろう、どういうことを思いに入れてるからっていうのを大事にしていくと、経営においても理念がまずありきで、それを口面じゃなくってそこを生きるみたいな感じで、開花も本当に地球のためにみんながより良い意識状態を巻き上がらせるというか、のためにまあ神様ごととしてお仕事をさせていただくって、ご神事としてさせていただくってやると、これ俺の今の思いって神様ごとか、いやそれそれてるなみたいな、自分照れし焦せられるし、そこに徹していれば自然とこうお客さんだったり人脈だったりがすごくこう整ってくるから、まあいろんなものがあった結果、物質側でもっとお客さん入れないと売り上げがみたいので全然うまくいかなくて、それは俺のエネルギーがそうじゃない、ずれてたと、神事じゃなかった、神様事としてどうするんだ、じゃあここの理念で目の前の方の本質を響き出すみたいなことに徹してると、そこだけに入ってるとお客さんを奪ってこう感動して輝いていく、家族関係苦しかったとかご家族を亡くされた方とかもすぐにこう涙の奥の美しさが出てきて、
ていうのが自然とこう広がって話が広がっていって、で今のね形があるから、本当にこう響きを大事にする、周波数を大事にすると結果が物質が変わってくるっていうのをすごく感じるんだよね。からエネルギーありきの結果だし、それをねともちゃんが新しい時代っていうのでいろんな方々がねやっていくと YouTube でも何十万再生とかになって、でそういう人たちがこう見てくだされば、そういう生き方が楽なんだな、自分を生かしてるんだなってなってきますもんね。本当にそう思いますね。楽に生きるといいことがあるとか言うけど、現実そうじゃない場合に、じゃあどうそれってどういうことなのみたいな、確かにその言葉だけでね捉えちゃうと、その本質のところを見ないで、じゃあなんか楽しいことだけすればいいんでしょうみたいになっちゃうとね、またちょっとずれちゃったりしますね。そうなんですよ。だから、もう本当にすでにやられてる方とか走ってる方を見るっていうのはすごくいいなって思いますよね。そういう方々は、まあ、ともちゃんの YouTube サイト見れば、そういうかいろんな方々とのね、コラボが持ってて、そうですね、はい、でやっぱ日本人の本来のなんかこうその本質というか、本当は日本はどういう国だったんだっていうのをこうちょっと思い出させてくれるような内容とかもすごい多いと思うんですけど、ね、そうですね、だから それは私自身もそれに気づいていて、自分というものをもっとこう好きになれたりしてるから余計にそう思うんだけど、いろいろ本当日本って日本とか日本人ってすごいなって思うことばっかりで、いろいろありますよ。カタカムナとか、ね、ありますよね。カタカムナとかも、その、もともと日本語って、学校で習ったのは確か中国から漢字が入ってきて、漢字から、ひらがなになって、それを私たち使ってるよって学校で習ったけど、実は縄文の時代からいろんな言葉があって、で、2000種類とかあるって言ってたかな。カタカムナはその中の一つで、現代文字とかアビル文字とか相当たくさんの種類の言葉があって、当時からあって、それが日本にあったっていうのを聞いて、カタカムナみたいのが2000個、2000種類ぐらいあるって聞きましたよ。それが日本に2000種類、日本が発祥って聞きましたけどね。初めて聞いた。まあそこら辺はどこまで本当かはわからないけれど、まあ最近認めてる人が多いけど、まだその辺が、あれは嘘だっていう人たちもまだいらっしゃるみたいですので、微妙だとは思うんですけれども、でも宇宙の根源の秘密を描いているその形だと私は思うし、そういうその知れば知るほど日本人ってすごいなって思ってるので、その日本のその本当の歴史、歴史を知ることって本当に一人一人が自信を持って生きられるなって思いますよね。ねえ、なんか大陸だと国と国同士でこう潰し合って国家を作るみたいなので、結構ヨーロッパでも中国関係でも多かったんだけど、日本だけはねもうずっと前の部族を全滅させて次を作るんじゃなくて、ずっとこう残っていくよね。そうなんですよね。それが支配じゃなくて、天皇家は祈りで統治してるからね、国民を祈ってくれているあのトップか、ね、天皇陛下を倒しちゃいけないというかね、我々が守んなきゃみたいなのがずっとあるから、こうすぐ調和してくるとかね、外国が入ってきてもこう融合してくるみたいなね、文化も生き方もね。そうですよね。だからその西洋の考え方でいくと合理主義になってしまって、どんどんこういらないものを切り捨てていくみたいな考え方じゃないですか。やっぱり私は昔からそれが苦手で好きじゃなくて、でヨガとか瞑想とかやってる中で、そのままのものをそのまま見るっていうことを相当やり込んだんですよね。そのまま扱う、変えない、もうそのまんまそこにあるものをあるままにしろっていうことを
座禅でも相当やったので、だからやっぱりどうしても変えるっていうのがあんまり好きじゃなくて、そのまま見るっていうこともめちゃくちゃ大事にしているし、無意識でもそれをやってしまうっていうのがあって、そうなんで、そのままそこをそのままにジャッジしないってことですね。そうです、そのままにすると相手の人が勝手に変わっていったり、自分自身においてもそのままにすることで呼吸、浅かった呼吸が深くなっていくっていうのもあるから、なんかそれって多分日本人の知恵なんじゃないかなって私は感じてるんですよね。そう、だからなんかその自分もその人もそのままあるがままにして、そこで和合していくみたいな感じですかね。だと思いますよ、うんうん、そうで、そうなってきた時に、うん、いらない人とかいらないものがなくなるんですよね、まあ、もちろん余分なものは取り除いた方がいいと思うんですけど、すべてに役割があって、すべてに意味があって、すべて必要なものしかないっていう世界になっちゃうので、やっぱり私はそういう世界を作りたいっていうのはありますね。いいですね。で今一生懸命ね、うん、YouTube だったりでお仕事を通してね、はい、されてますもんね。そうですね。それでどん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 その周波数側でつながった人たちで日本やね地球全体をそういう意識で合わせていけば、うん、一挙にね、はい、いい状態になってきますもんね。そうですね。ね、うん、じゃあそのねお話の中でいろんな方と関わる中で、うん、これからこう日本が新しい時代を可能性を切り開いていくには、うん、何が一番こう大切っていうか、私たちがどういう意識で過ごしていったらいいと思いますか。そうですね、一番はやっぱ自分のことを知ることって大事で、本当にみんなそれぞれ役割が違うのに、うん、人のやってることを見て自分もやらなきゃいけないってなって混乱してる人が多いんですよね。そうじゃなくてちゃんと自分と対話して、自分が得意なことはこれで、自分はこれはやらなくていいんだとか、うん、私はこの範囲で自分が喜ぶことをやればいいって、うん、一人一人が分かれば、うん、別にそれを目の前のことやってればいいだけだと思うんですけど、そこがなんか混戦してるのがトラブルだなって、情報がいっぱいだから余計ね、そうそうそう、あっちもこっちもってなっちゃうんですね。そうそう、前に出る人もいれば後ろにいる人もいる、横にいる人もいれば縦に行く人もいるとか、それが全部がうまい具合にこう行けばいいなって思っていて、まあ、今はそうじゃなかったとしてもやっぱり一番は自分を知ることなのかなって思います。で自分を知って、で自分をいい状態にする、自分が高い周波数でいるというか幸せな状態でいて、そうすると勝手に周りの人にも意識が向くし、で自分は本当に地球を喜ばしたいんだっていう意識でいれば、そのためにはじゃあ何をしたらいい、どうしたらいい、自分の意識はじゃあ今ちょっとそこからずれてたから、まあね大ちゃんが言ってたように直せるし、そこですよね。自分と宇宙と目に見えないものと自分と その目指しているものが同じなんだっていうところに、ちゃんとこうみんなが一致すればそのようになるんじゃないかな。すごい、今ねこう地球を喜ばせたいんだっていうね、そこで日々をいるっていう ねえ、だって地球喜ばせたくない人っていないと思うんだけど、ね、うん、そうだね、ね、忘れてることあるかもしれないけど、うん、ね、うん、ね、だから例えばママお母さんだったら子供のご飯を作っておいしいって見てもらうことの喜びの周波数を作ることがイコールその子を喜ばせてる、私も嬉しい、それが喜ばせてるから、そこは全部その周波数で地球を揺らしてるわけだから、地球にいいことをしてますもんね。ね、地球が喜んでるイコール人も喜んでて、花も動物も喜んでるっていうね、状態だから、ね、でも目の前のご飯をおざなりにして、なんかしなきゃいけない、なんかしない、早く食べといてみたいなだと喜んでないから、本当目の前のことに心を込めるっていうね、だけでね、ね、だからやっぱり今この瞬間自分が何を感じているのかっていうことを見つめつつ、この瞬間を生きていくっていう、その未来がどうとか過去がどうとかっていうことよりもやっぱり今に集中していくってことがすごい大事な気がします ね、 そうですね、ね、
こうやってね、この新時代最先端を行く生き方をちょっとでもこう知っていくと、日常がすごくこう楽になるっていうかね、うん、こうどうやっていけばいいっていうのをいろいろね知っていき、その日常の捉え方も変わってくるし、そうすると子供に対して、家族に対して、職場の人たちに対してのあり方が変わってくるので、ぜひこのともちゃんのサイナともこアワー、ね、の YouTube にいろんな方々の対話があって、そこを見ると、あ、なるほどってこうなってきますもんね、はい、単純に本当にあんまり自分の周りにいないような宇宙の存在を下ろしたり、臨死体験した人とか、いろんな話が出てくるので、普通に面白いと思います。エンタメとしても面白いので見ていただきたいと思います。はい、ぜひね、サイナトモコアワーっていうのを YouTube で見ていただいて、概要欄にもつけておきますので、そこねご覧いただければと思います。はい、はい、私たちもこの間ね出させていただいて、あ、ね、はい、ありがとうございました。そうそうそう、ありがとうございます。はい、ね、はい、ではですね、長時間ご覧いただきましてありがとうございました。合わせてですね、こちらの、ロンゴとソロバンっていうね、山本と清美さんの、出された本が、この、ね、動画のプロデューサーですね、天の時というのでやられているこの時ちゃんの内容もすごくよくて、それも動画でお話ししていますので、そちらもねご覧いただければと思います。はい、では長時間ねご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆様の人生がますます素晴らしいね、人生となってきますよ。その人生の揺らし方、素敵な揺らし方が地球を素敵に揺らしていって、で地球があっという間にこう素敵な状態になってきますので、共にね、そのような素敵な地球を我々で作っていきましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。